はい、こんにちは、カズボウです。ドラゴンクエストモンスタージオカスリープロフェッショナル続きやっていきたいと思います。今回のねリクエストはですね、プチト族ね4体使ってくださいということなので、とりあえずねレベルマックスまで上げたところ、プチト3なんかね守備力が2500とね、メタルゴッテス級のね守備力を誇るようなね仕上がりになりました。そしてスワースも高いのでね、まあ、全体的に高いんですよね。まあ、種も使いましたけど、あのプラチナコインでね、まあ、交換できたりね、あの魔界神マデュラー社がねくれるんでね、まあ、そんなのも使ったんですけど、スワースも2000超えしますし、だいたい2000近くあるんですよね、長所が。賢さも、ね、1863あるんでね、プチッと8はね。なので、まあ、呪文使いですよね。呪文も素早さも使えるのでね。それと、前回使った、あのね、まあ、マデュラー社までの、まあ、道筋って言えばいいのかな。アルダララから、マデュラー社までのね、配合のパーティーですね。もう最強クラスですね、これでもね。でも強いですね、ここもね。なので、とりあえずね、あの、種とか使って前回よりは強くなってる感じなので、まあ、これでやってみようと思います。はい、レパルド&ワールドパーティーですね。パッと見、究極行動早い&モージャリザオパーティーのような気がするので、とりあえずここが、身代わりですね。身代わり0章やんなくていいかな。冥界の霧かな。冥界の霧、テンション。これでいきます。まあ、合体していきますよね。あ、こっちに来るのか。こっちだったら間違いなく冥界ですね。冥界の霧。ライドどうしようかな。ライドいいかな。とりあえずいいか。亡者の執念がね、やはりね、解放されるのでね、あっちのレパルドは、フラッシュ上げるとね。なので多分ついてると思うんですけどね。お、いいね。攻撃後の遊び人の前に。で、マイナス25とってね、強いんでね。リザオラル。ってことは間違いなく、亡者来ますよね。で、これ全部ガードするので、ガードして固めてしまえば、まあ、このターンに落としてしまえばいいんですけどね。じゃあこっちの勝ちなんですよね。とりあえずは。無名斬り。始まりに守護者ついてるのでね。まあ、落ちなければいいんですけど、あわよくばって感じ。落ちたらね、根に持つタイプでね。落ちなかったら次のターンに持ち越せるんで。落ちるかな、さすがに。強いですもんね。うん、落ちますね。始まりの守護者ついててこの威力ですからね。はい、固まりました。その投資とかついてるかな。はい、テンションかメドラー999いくかな。ですよね。どうなんだろう、 HP はまだ、あ、そっか、固まってるんだったら冥界使ってるからとりあえず生き返らせられないので、まあ冥界生き返らさないようにしましょう。とりあえずね、テンション変えてくる可能性ありますからね。はい、で分解して、まあ、究極行動早くんのかならば、こっちもね、ちょっと変えないとまずいですよね。真ん中を、新魔王ザラームに変えます。はい、命令で、ここが身代わり。身代わり要員がね、とりあえずいないとね、話にならないので、ここが、テンション。ここもテンション。冥界があるので、とりあえずここもテンション。テンション3連でいきたいと思います。あ、究極ほど早い、やってこない。お、光の波動。あー、なるほどね。ただどうなるかわかんないんでね。とりあえずレパルド落としたいところですけど。お、もうじゃあ終了。あ、もうね、もう瀕死状態でばらけた感じですね。なので、本当はもったいなかったな。とりあえずね、ガードしてるんで、まあ、レパルドが、ね、何もできない状態なので、まあ、こっちはね、ちょっとね、もったいなかったですね。燃料がね。まあ、ただダメージ与えるとね、ポイント増えていくので、まあ、この次ですよね。あ、メタルスライム。メタルスライムが、おそらく身代わりだと思うんですよね。なので、テンション50まで上げて、冥界の霧ここで使えるかな。冥界ここだけなのか。じゃあ冥界使おう。冥界の霧でしょ。星降り。星降りのサンバだね、ここはね。あとは、どうしよう。
まあいいか。とりあえずはこれで。あ、メタルに合体しましたね。ってことは、これで実があるのかな？実がある、実があったらスタークだけですもんね。だってね。じゃあどうしよう。ここ実がありだね。実が終わり、冥界、ゼロの衝撃使ってきそうだけど、ちょっとわかんないですけどね。やってみないと。テンション。これでいこうかな。とりあえず晴天の霧がないので、まあ合体してもしょうがないんでね。まあ、裏メンバーは持ってるんでね。とりあえず表メンバーでどこまでいけるかも、まあ勝負の分かれ目なので、メタルスタイムだったらね、そんなに大してね、HP ないんでね。でも身が合ってないですね。やはりアタッカーで来るか。アタッカーで来るんだったらザラームが、ね、全部食らうんでね。まあこうなりますよね。はい、それでね、荷物タイプ。リザオパーティーなのかな？リザオじゃなければここで冥界使わなくてもよかったな。はい、冥界の霧、まあ。とりあえずこれで相手倒してしまえば完全に落ちるので、ね。プチサークはどうなんだろう。1枠なのでも結構いいダメージいってると思うんですけど、これで倒せると思いますね。どうだ？ 2000 あるのかな？あ、あるかな？根に持つタイプかな？やはりね。ってことは、あと2体でどうにかするしかないので、固まってますよね。はい、ガンガン行くっちょ。さて、冥界使ってるので、まあ、ライド。ライドしたと合体しようかな。あ、ここだ。はい、合体解除でね。こちら合体します。はい、まとめて落としてしまえばいいので、とりあえずはね、ザラムが落ちてるので、まあ、ここはテンションですよね。テンションからのあっち早いかな、まあ、冥界の霧があるんでね、一回やってみよう。はい、静寂の玉、呪文封じ。でもね、ミスですよね。さあ、どのぐらい HP があるか削り合いですね。メドラーはあんま効かないですよね。星降りの3番、これは 200×4 いくと思います。翼が2000超えてるんでね。あとは、この後ろの勇者たちがどうしてくれるか。あ、落ちるな。あ、大丈夫だった。魔人攻撃的なものついてんのかな？うん、危ない。ギリ。なのでギリなんだったら、危ないですよね。テンション。これ冥界いるとこかな。ね、何やるか分かんないですもんね。あ、いけました。何もついてなかったですね。勝ちました。なんでね、長くなるんでね、もう一戦だけいきます。はい、勇者のね、挑戦チーム、次なる相手は、愚名将軍ですね。愚名将軍&キラータイガーなんで素早さですよね。素早さマックスなので、とりあえずはね、ここ身代わらないとしょうがないのでね、身代わりでしょ？身代わり。ゼロ章か冥界かどっちかなんでね、これも選択の分かれ目ですよね。おそらく相手が冥界使われるとすごい困るので、こっちゼロ章の方がいいかな？どうなんだろう、でも。でも冥界使わないときついですもんね。冥界使ってみようか。とりあえず合体してくると思うので、してこない！出てこないのであれば、もしかしたらこっちのキラータイガーがゼロ章かなんか使ってくる可能性はありません。呪文封じ。応援。お、捨て身。おお、やりますね。まあ、とりあえずこれで固まったので、ね、最後の楽園でしょ？これ一回転でしょ？あ、固まんないか。固まる前にやられちゃいましたね。アストロン、しかし、うじられてる。あー、よかった。静寂の玉、よかったですね。で、身代わり意味ないか、じゃあ。でも、冥界打てたからいいか。でも、一回らせられないんですよね。なので、入れ替えよう。入れ替えて、どうしようかな。これでいいか。
メーカー1回分あるので、ライドしようじゃん。ライド。どうしようかな。ここか。亡者の執念がちょっと邪魔なんでね。ステルスアタックですよ。で、ここが身代わり。捨て身やってくんだよな。捨て身やってくるんだったら身代わりいいかな。逆にね。逆にここ0勝で、ここがアタッカーでもいいかもしれない。あ、合体してくる。合体してきますんであれば、まあ、落ちるかもしれないけど、ちょっとそれだったらそれでしょうがないので、こういう感じでいきたいと思います。おそらくね、荷物タイプついてると思うんですよね。今ね、相当、暴走でダメージ食らったので、まあ、あのぐらい削らなくちゃいけないってことですよね。簡単に言えば。やっぱ進みいきますよね。はい、見事に落ちました。まあね、荷物タイプ固めてしまうしかないでしょうね、これね。で、最後の楽園なんですけど、発動しないので、あ、そっか、最後の楽園じゃないのか。そっか、使ったもんね。な、この裏か。裏だったらこのまま行こう。そっか、最後の楽園ここか。なんだったら普通に行くしかないね。合体解除。それでもしかして合体してくれば、こちらもコマンド入力可能なので、今ね、可能じゃないので、まあ、キラータイガーが先手取って動くと思うんでね、こっちね、ポイントゼロなのでね。完全に押されてますよね。押されてる&5 体を押してるので3体でどうにかするしかないと。しかもあっちほとんど無傷。プラス 26,955 ポイント持ってるのでね。完全に押されてるので、ここから挽回するにはちょっとね、考えないとダメですよね。といえど、あちらもね、無限ではないので、有限なのでね。はい、ギラグレイド。右はね、そんなね、HP ないと思います。なので、身代わりも何もやってないので、あー、三河シアップついてんのか。はい、アイアンゲーザー。ドルマータ。これでね、1体でも落ちてくれればいいんですけどね。アラームが何もできない。これで動けるようになったので、まあ、身代わりいいかな。余計なんしない方がいいね。だったらば、ならば、アストロンがね、不発に終わったんですよね。交換、こうかな。キラータイガー。これは全体来るね。これだったら身代わりだね。身代わりの、命令、おっと、命令でここで、身代わり。身代わりでしょ。身代わり、ザオラル。これで行きましょう。身代わり押すわけになっちゃうんだもんな。まあ、しょうがないですけどね。はい、現場ね。身代わりなんですけどね。ザラームが身代わってくれるっていうね。MP1 なのに身代わりが使えたって感じですね。はい、根に持つタイプ。でね、冥界の霧使ってないので、まあ、これ固まって相手は完全に動けないのでね。落としてしまえばだいぶポイントも近づくんですよね。なので、あと2体どうにかするしかない。1回かな？あ、ダメか。ダメならば仕方ない、ギラグレイド。HP がそんなないと思うので、多分倒せるかな？うまくいけば。固まってんのか。だったらここでザオリクか。ザオリク。ザオリク、あとポテンション。いきます。合体解除どうすることもできないんでね。なので、冥界使ってもね、とりあえず意味ないので、あっちが固まってるのでね、もうモージャリザーも何もないので、これで落としてしまえばいいんですけど、相手がね、入れ替えやってくるとまたね、こっちもコマンド入力しなくちゃいけないので、あ、入れ替えてきますよね。
ならば、ああ、また同じような感じか。まあ、ザオリックでちょっとアタッカーやってみようかな。てのが、そんなに焦らなくても大丈夫なんですよね、別にね。苦手ってくるんだからテンションでいいか。とりあえず燃料が切れてるので、暴走機は、あっちの方が早いかな。ステルスアタック。落ちたか。ポン。落ちたけど、ね、荷物タイプで固めて、ここで冥界使わなかったのが正解ですね。全員落ちましたけど、あっち固めつつの最後の楽園全部生き返ります。これでね。よし、ここからが反撃開始。ただ、MP がね、まずいんですよね。まずいということはこの2体でどうにかするしかないので、あっち合体解除してくるよな。ということはライドで、マデュラー社主体にして、ね、合体解除ですね。こっちが合体するので、あっちビッグファングですよね。どう考えてもね。まあ、イボイノスはほっといていいでしょ。ビッグファング。合体してくると思うんですけどね。で、多分ゲンマとかね、そういう系使ってくると思うんですよ。ビッグファングは。経験上ね。な、違うかもしれないけど、もしかしたらそれかメタル系なのか、あ、ばらけたまま来るか。ならば、テンション。ホーストハックからのね、まあ、間接攻撃でもいいんですけど、なかなか言うこと聞いてくれないので、まあ、これが無難でしょうね。ね、ゲームは使ってきますよね。あー、これ打てなくなるか。大丈夫か。218あるんで、ここでいけなかったら結構きつい。はい、999。ヒラグレイド。いいね、呪文連発。さあ、どうだ。あっちもついてんのかい。はい、ドルマドン。落ちて、裏か。まだか。ああ、もうめんどいな、本当に。でも落としてしまえばだいぶ違いますもんね、これね。ドルマドンでいいかじゃん。おっと、やられた。まあ、攻撃強いですからね、400いくんでね。さあ、どうだ、いくか。HP 高っ。じゃあ、ここまで行こう。しょうがない。乗ってた方が倒せますもんね、だってね。ラウンド3か。ここ勝てたらかっこいいですよね。4万差ついてるんでね。あちらも裏パーティーいるけど、こちらも裏パーティーいるのでね。まず落としてしまって、残りラウンド2でこっち落とされて、最後のターンでどうにかするしかないですよね、これね。お、爆裂剣。落ちたか。落ちて根荷物タイプで固めて、さあ最後どうするか。さて、復活の戦士たち。導かれしモノプラスアルファピサロがいますからね。いいね。まあいいんだけどね。ここで終わっちゃうな。連携上手ついてるんですよね。連携得意か。ついてるのでね。はい、固まってる。さあ、最後。ここで落としてしまえなければ終わり。なので、ライドしましょう。ライドでしょ？ピサロにした方がいいかな。プレイヤー乗る。ここはイアンゲーザーパーティーなので、とりあえず合体して、相手何もできないっていうのがね、ちょっと大きいですよね。なので、合体しましたね。さて、頑張れ。最終ラウンド。あっちが動けないのでテンションですよ。テンション。命令できない。固められた、もしかして。
これ行こうか。そうか、聖剣好きか。あ、行けました行けました。あっ、危な。そうか、なんでコマンドできないんだ。聖剣好きやってたんですね。おお、結構ギリですね。はい、ということでね、今回ね、プチッとシリーズですね。プチッと1、2、3、4、8ですね。なので、ここのメンバーとね、前回の、まあ、最強クラスって言えばいいかな。魔王系、一番最後にできるようなね、クラスでやってみました。というのがね、まあ、これもね、まあ、リクエスト何件かいただいてるんですけど、もうリクエストがね、多分コメントで1000件以上前かな。多分そのぐらいのレベルだと思うんですよ。いただいたのがね。です。2週間ぐらい前に多分ね、いただいてると思うんですけど、2、3週間前からね、ちょこ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 ね。まあ多分、プチッとシリーズは10件ぐらい来てんですよね。まあその中で。でね、埋もれてしまって、まあいつもだったら冒頭で、何プチッとシリーズのリクエスト来ましたって紹介するんですけど、まあね、紹介しようと思ってね、まあそこを取ろうと思ったらね、まあどこに行ったかわかんなくなってしまったっていうね。なのでね、まあそれは覚えてたので、まあ全部ね、こっちでね、ノートに書いてるので、まあここ、リクエストあったからこことここつなげてみようとかね。なのでね、プチとシリーズは多かった。あとエスタークシリーズもね多いので、まあ、やってみようかなと思うのでね。なのでそのコメント欄がね、その本当にいっぱいありすぎて埋もれるので、まあ、見つけたらね、まあ、紹介しようかなと思うんですけどね。なので同じリクエストがものすごくありますね。エスタークシリーズも多分20件ぐらい来てて、スライダーシリーズもね、スライダークロボ作ってくださいとかね、まあ、そういうのもいっぱい来てたので、まあそれもね、まあ作ってるのでね。まあそれの場合だったら4枠になっちゃうかなとかね。まあ1枠スライダーアーク作ってもいいかなとか。あと、魔界神マデュラー社のね、リクエストも、まあ、4枠もあれば2枠のね、マデュラー社とマデュラー社のね、2枠同士使ってくださいとかあるので、ただこのマデュラー社がコイン交換不可能なんで、不能なので、ワールドね、交換しなくちゃいけないんですよ。なので、パソコン面倒ですよね。まあ作れるんですけどね。あと1体ぐらいは作れます。あと、大魔王マデュラージャが、あと5体ぐらい持ってるので、5体いたかな ?4 体5体は持ってますね、多分ね。で、これでね、今日も手に入れたので、まあ、35勝目なんですよ、今ね。なので、実質なんだろう、7体ぐらい入って、まあ、3体配合してるんで、7体で3体配合、4体か !4 体いるんだね、じゃあね。4体いますね。まあ、そんな感じなのでね、まあ、大きさ変えてやってもいいですし、守備力系なんでね。まあ、そういうのもありますしね。ただ今回の戦いは、特性見ますと、これね、プチとワンツーだったら、精霊の、精霊じゃない、妖精の笛とルビス守りね。で、ここが、光の玉とね、聖なる守りありますよね、プチとスリーはね。で、プチとフォーが静寂の玉とお天魔姫。もうこういうスキルですね、こういう特性ですね。で、プチとエイトが慎重の魂と太陽の鏡。慎重の魂は、ジバルンバ無効だったりしますんでね。太陽の鏡が、場の効果無効だったかな。なんかね、ここだけ一番ランク高いんですよね。プチとエイトが確かランク S モンスターなので、まあ、調整配合したら全部 SS になりますけど、全部ね、長所っていうか、特徴を活かした感じですね。なので、何も外してない感じ。プラス自分でね、根に持つタイプとかつけた感じなので、これもね、3回4回は配合してるんでね、最低ね。こう、周りにハイテンションも変えてもよかったかなとか思ってるんですけどね。こうちょっと失敗したのが、忘れてましたね。ここ行動回数増やそうと思ってたのを忘れてました、自分。なので、行動回数増やしたらもっと強くなると思います。なのでね、このリクエストものすごい来てるので、またやりたいと思います。だから今回ね、2回しかできなかったんでね。長期戦になりやすいですね、やっぱりね、1枠は。なので、これ入れ替えてやってみたりも面白いかもしれないので、まあそれでね、やってみたいと思います。ということで今回これで終わりたいと思います。ご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。